ソニー M 型テープレコーダー1951年生他社による同種の商品例をオープンリール型録音機ナグラタイプ3他社による同種の商品例オープンリール型録音機ステロバックス SP8 デンスケとは取材用過半型テープレコーダーの商標であるソニーにより1959年に登録された登録商標であったソニー製品の商標としては カセットデンスケとして2000年代まで使われていたが2009年1月13日に失効している。1950年代にソニーの放送業務用製品がヒットした。放送関係者の解雇団などでは業務用の1950年代、1960年代の製品を指すことが多い。1970年代には民生用製品として発売されたカセットデスケが オーディオマニアや鉄道ファンの間でヒット商品となった。名称の由来は毎日新聞に連載されていた漫画、デンスケから。一時期、主人公の茶ャデンスケが業務として街頭録音を行うことになり、下半型録音機を携えて街に飛び出し、様々な録音に挑む話が連日掲載されていた。また別の由来として街頭で行うイカ様マゥバの一種。 デンスケ賭博が挙げられることもある。警察の捜査の際にすぐ逃げられるよう簡単に移動できる台の上で行われるところが、1950年代には珍しかった下半型の録音機と共通する。デンスケはこの台を指すとも取締りに貢献した刑事の名を指すとも言われる。ちなみに代表的なデンスケ賭博は円盤上を回る棒や針の示す商品を当てさせる。 ルーレット式のもので、見ためはオープンリール式というより、レコードプレイヤーに似ている。このため、デンスケの当て字が使われることもある。なお放送業界でデンスケの相性が浸透したこともあり、他社の同種の製品もデンスケと呼ぶ人が多かった。これは1980年代に、同じソニー製のウォークマンでも起こった商標の普通名称化である。初代 M-1 は、 NHK のラジオ放送の該当録音で使用されていたスタンジル、ホフマン社の肩掛け式、テープレコーダーアーミニテープを参考にして設計され、1951年7月に1号機が NHK に納入された。ベルトを取り付け、肩から下げて使う。製品化の設計ポイントは、電池駆動を前提とした消費電力低減と、過半を目的とした小型、軽量化にあった。 性能が良いモーターの入手が難しかったため、日本コロンビア製の蓄音機用手巻き式、スプリングモーター駆動とした。歩きながら録音する際の容動を考慮し、テープ速度の変動を吸収する目的で、非可版型に比して大きなフライホイールを内蔵している。一方の手でマイクロフォンを持てるよう、片手で操作できるように設計され、操作部は、 肩からかけた状態で点を向くようになっている。後継機なども多くの部分を踏襲した。デンスケは、ラジオ番組の外登録音などの放送取材に用いられたほか、雑誌のインタビュー記事取材などにも使われた。現代ではそうした、後日取材用途には、マイクロカセットコンパクトカセットテープレコーダーを経て、IC レコーダーが多用されている。ソニーは、 民生用の過半型録音機にも、デンスケの名称を冠して、一般消費者への展開を図った。業務用機材に倣い、野外録音に特化した民生用商品群で、業務用ブランドということを意識したセミプロ内し、ハイアマチュア向けのスペックを備えていた。1973年に発売された、コンパクトカセットを用いた、携帯型ステレオテープレコーダー。 カセットデンスケ TC-2850SD で民生機でデンスケの名称を使用し、表に飛び出すデッキメカのキャッチコピーで宣伝された。折しも1970年代前半の日本全国各地で蒸気機関車が営業運転を終了したことによる SL ブームの高まりと相まって、 鉄道ファンの間に生録ブームをもたらし、それまでの鉄道写真撮影だけでなく、鉄道の音を記録に残すという新しい鉄道趣味のジャンルを開拓した。鉄道の音を録音する趣味は、近年では撮り鉄にかけて撮り鉄などと呼ばれるが、電スケのようなコンパクトカセットレコーダーの開発が、こうした趣味の広がりを可能にしたのである。他に、ルカセットの l d ー八。 オープンリールのオープンデンスケ TC-5550 からにダットのデジタルデンスケ TCD-D10 が存在した。ロングセラー商品であったカセットデンスケ TCD-5M は2005年をもって生産完了となった。カセットデンスケ TCD-5M はソニーが最後まで販売したメタルテープの録音、再生に対応したオーディオ用カセットデッキとしても活用できた。 ステレオテープレコーダーでもあった。業務用のカセットデンスケプロ TCD5 プロ、デジタルデンスケプロ TCDD10 プロのように民生容器から業務容器に逆展開したものもある。ありがとうございます。